皆さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の小峰孝之です。1ヶ月チャレンジ29日目になります。時間になりましたね。昨日までは床面マット上でやっていくエクササイズが多かったんですけれども、今日は立ち上がって立った状態でバランスを取りながら体軸をね整えていくようなワークを一つ紹介しようと思いますので、ぜひ皆さん今日は立った状態で一緒にやっていきましょう。まずは動きの解説をしていきます。足は肩幅に開いていただいて、右手を万歳します。上げた右手を天井方向に向かってぐーっとさらに伸ばしていくと、右の脇腹から側腹部にかけてものすごく伸びていく感覚があると思います。そして重心が元あったポジションから右側に少しシフト、横にずれる感覚があると思います。さらに手を伸ばしていくと、左足もし浮かせられる方がいれば浮かせてもらっても OK です。さらにバランスをキープしながら上にぐーっと伸びを感じてみてください。ゆっくりと下ろしたら反対の手、左手アップ、天井方向に伸びて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 、もし右足浮かせてバランス取れそうでしたら片足立ちの状態、さらにぐーっと伸ばしていって下ろすようなワークです。これを左右交互にまずは10回皆さんと一緒にやっていこうと思います。では皆さん足幅は肩幅程度にセットアップしていただいて、右手を万歳、では右手天井方向伸ばして10秒間いきましょう。しっかりと伸びて伸びて伸びて、左足浮かせられる方は浮かしてみてください。しっかりと伸びて伸びて伸びて、バランスキープ、ゆっくり下ろして反対の手万歳、2回目です。伸びます。足の上にだいたい頭が来ているような状態ですね。しっかりと伸びて、浮かせられる方は反対の足浮かせても OK。 下ろして反対の手万歳、3回目、しっかりと上に伸びます。このね、体側伸びるのを意識してください。浮かせられる方はこちらの足浮かせてみてください。下ろしましょう。反対、4回目、ぐーっと上に伸びますよ。伸びて伸びて伸びて、もう一つ上に伸ばす。そう、この脇腹がねしっかりと伸ばしていきながら、左足に体重がしっかりと乗っているイメージ。ゆっくりと下ろして反対、5回目、ぐーっと上に伸びますよ。足の上に体軸が形成されてバランスが取れているイメージ。手をしっかりと上に伸ばして、ゆっくりと下ろしていきましょう。反対の手万歳、6回目、上に乗ります。伸びて伸びて伸びて、できる方は片足立ちでバランスキープ、ゆっくりと下ろしましょう。反対、7回目、右足は床面をしっかりと押すようにバランスをキープ、ぐーっとここで押し込みます。では天井方向、ゆっくりと下ろして、8回目、反対の手アップ、手は天井方向、足は床面をしっかりと押して、手足でぐーっと引き伸ばしていくようなイメージでバランスをキープ、ゆっくりと下ろして、あと1回ずつ、右手アップ、ぐーっと上に伸びます。右足は床面をしっかりと押し込むようにしてバランスをキープ、左足浮かせられる方は浮かせておいても OK。 ゆっくりと下ろして、ラスト1回、左手アップ、天井方向に伸ばして、左足は床面をぐーっと押していきましょう。余裕ある方は右足アップしてバランスキープ、ゆっくりと下ろしていきましょう。伸ばすワークをしていたのでカウンターポーズですね。少しお膝を曲げて、今使った、ね、筋肉たちをほぐしてあげてください。今日実施したこの片足立ちで上に伸びていく、そして足で床面を押し込んでいくワークの延長線上にはですね、人が移動するときに使う歩く歩行というね、大事なエッセンスにつながっていきます。今日はその場での伸びるエクササイズだけでしたけれども、この伸びた状態で反対側の足を前後にステップするようなワークをしていっていただいて、これが左右が連続でいくことによって歩きのワークにつながっていきます。なので歩くときにちょっとこう骨盤が触れてしまったり安定しないなという方はですね、ぜひこのワークからスタートしていただいて、さらにステップワーク、そして歩く歩行という形につなげていっていただくと、よりね、段取りを追っていきながら綺麗な歩き方を手にすることができると思いますので、まず今日のワークからスタートしてみてください。
いよいよ明日が最終日になります。明日はですね、この30日最終日にふさわしいですね、全身のワークアウト、フルボディワークアウトを実施しようと思いますので、ぜひ皆さん明日まで駆け抜けてください。それでは明日最終日の動画でまたお会いしましょう。またねー。